半分はまた後で使います。固形燃料を半分にしました。半カップですね。あんまり火力が強いと焦げてしまうので、半分の固形燃料を使って作りたいと思います。はい、こちら洗ってきました。汚れはもう洗剤できれいに洗ってあるのでないんですけど、
っぱりあの焼き色とかちょっとしたこう色が変わるっていうような感じはありますね。はい、もう綺麗に洗ったんで、あの全然汚くはないんですけどね。でも見た目がちょっと汚らしくて嫌だなっていう方もいると思うので、そんな方には、はい、こちらピカールです。これは金属磨き、銅、ステンレス、アルミ、研磨剤っていうのかな、研磨が入ってて、こう磨くとこう綺麗になるっていう感じのものですね。これをちょっと使ってみたいと思います。布にちょっと垂らして、はい、こんな感じで垂らしたのを、これで拭きます。拭くとあの研磨剤が入ってるんで、すごくあの元のステンレスの色などが蘇って綺麗になります。ゴシゴシとゴシゴシ、こんな感じで、こんな感じで綺麗になったら、もう一回の食器洗いの洗剤で洗ってください。はい、食器洗いの洗剤で洗ってきました。もう最初の頃と買った時と同じぐらいのピカピカ感だと思います。若干その辺ちょっと落ちきれてないですけど、はい、汚れが気になる方や、ステンレスとかアルミなどの、あとメッキとかですね、そういうのを買った時みたいにピカピカにしたい方にはぜひおすすめなので、ピカールよかったら使ってみてください。